皆さんこんばんは。聞こえてますか？今日も大変お待たせしてしまって申し訳ございませんでした。あ、よかった。すいません。あ、こんばんは。ありがとうございます。今日もね、いや、ちゃんと準備万端にしてたはずだったんですけど、直前でちょっとありゃってなっちゃいまして、お待たせしちゃってすいませんでした。でもちょっと待ってていただけて安心しました。本当にカナギクラブのみんな優しくて嬉しいです。ありがとう。いやー、パソコンって難しいですよね。人間のみんなはどうやってパソコンに慣れてるの？どうしたらパソコン上手になるのかな。なかなか難しくて勉強中なんですけど、みんなが待っててくださったからよかったです。本当にありがとうございます。ということでですね、今日の配信内容なんですけれども、コトナありがとう。褒めてくれてありがとう。今日の配信内容なんですけど、あれなんですよ。またゲームのね挽回と言いますか。初配信の時にもう負けまくっちゃったのでありがとう。パソコン頑張ってゆっくり勉強していこうと思います。ありがとう。みんな優しいな。いやー、なんか初見さんありがとうございます。カンナギルナって言います。よろしくお願いします。そう、リベンジマッチ、いわゆるリベンジマッチですね。ボロ負けして健康器具づけになってしまったんだけどね。今日は前回に引き続きオセロとなんだっけ、神経衰弱だ。神経衰弱と、あとはあれです、五目並べ。五目並べもみんなと一緒にやれたらいいなと思います。でね、五目並べ、昨日の夜にまたパパとママが寝ちゃった後にこそこそあれしたんですよ。練習したんです。五目並べ、パソコンと相手にそう五目並べ、こないだいや簡単だよって、やりやすいよって言われたから挑戦してみたんですけど、あれですよね、初級編で頑張ってやってたんだけど、初級編でもね1時間ぐらいやり続けて3回しか勝てなかった。やばいよー。あれもなんかね、ちょっとコツは先にちょっと調べたんですけど、にしてももうなかなか難しい。初級であんな難しかったら上級どうなのっていう感じねえ、みんなの中には五目並べ得意な人どれくらいいるのかな。この間もね、めちゃめちゃみんな強かったからでもね、ちょっとずつでもゲームが上手になりたいしいろんなこと勉強していきたいと思ってるのでそう、本当どうなるのやらって感じだよね。新しいことにはもうどんどん挑戦していきたいなって思ってます。ああ、頑張らねば頑張れねば五目並べいろいろとねーってちょっと怪しいぞ、何を考えてるんですか今日もみんなと一緒に楽しい時間を過ごせたらいいなって思ってますし、カーナギクラブみんなは優しいからルナには甘々だと思うんですよね。だから勝たせてくれるんじゃないかなって期待してます。ルナも楽しみということでですね、そろそろじゃあゲーム画面に移っていこうと思います。じゃあはいね、よし、今日は負けないぞ。